よし。ナイスピッチ、気迫あふれるピッチングだったね。気持ちで投げました最後は。結構吠えたけど気持ちよくなっちゃってました。 OK、 ありがとうね、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、ありがとうございます。ソースさん、ゲッツナイスホームラン、ありがとうございます。今日ラミレスさん来てました。ラミちゃんたまよ。あ、そうそう、ナイロウィーメン、まあテンポがのろうがいい。もう久しぶりにラミちゃんの姿を見ました。ブランコさん、ナイスバッティング、ありがとうございます。ナイスウィン今日。おー、ナイスウィン。明日お願いします。明日、うん、パーお願いします。タワーボール、ハーボール、お願いします。で、東京ドーム大好きよ。東京ドーム大好き。オッケー、また明日。明日間に合うな。パワーパワー。お疲れ様でした。エキちゃん、ちょっと一つだけ聞かせて。はい、池ちゃんのお父さんが、はい、都市対抗の時に、はい、ライトにホームラン打ったからライトになったんだっけ。ライト守ったからライトになったんだっけ。どっちだったっけ。打ったからじゃん。ライトにホームラン打った、はい、じゃあここ池ちゃんにとって原点みたいな球場だね。へえ。打った日に生まれたのじゃなくて。いや、それは違うです。ちょっと前に、はい、右バッター、左あー、じゃあ左後ろ引っ張ったんだ、うん、引っ張って。いい球場っすよね。いい球場だね。で、選手選手ごめん、あの話もう一回聞かせて。 YouTube のどういう俺のコメントが好きなんだっけ。最後に、うん、よっしゃー、よっしゃって、ありがとう、あれが好きな、あれが、ハマった、ハマった、よっしゃ、よっしゃ。東京ドーム編、東京ドーム編、なんか思い出あります。ジャイアンツカップ。あー、すごい。それはどうなったの。3位。どこで負けたの。糸島ボーイズ。糸島ボーイズの方見てますか。こんな大きくなりましたよ。1対0で負けました。関東僕投げてないですか。投げてないの。ジャイアンツカップって連投じゃないの。2日で10イニングっていうルールがあって、あ、7イニングじゃないですか。で、僕決勝投げるだったんで投げなかったんです。温存されたんだ。はい、その時原さんとこうやって握手してる。本当らしい。それ本当らしい。へー、4年後将来ジャイアンツにぜひ帰って。ひろくさん、復帰登板ここでしたね。あ、怪我をした後に、はい、うん、ここだったね。すごい声でしたね。すごかった。あれはでも嬉しかったよ、うん、なんかほら復帰登板ってね、はい、やっぱ本拠地で、はい、待ってるファンの皆さんの前でっていう感じがあるじゃないですか、はいはい。でもここ復帰登板だったでしょ、はい、それってね、選手からすると、あ、ちゃんと俺のことを戦力として見てくれてんだって、うん、だからその本拠地に合わせての登板っていうのは何かをファンのためにとか、はい、その本人のためにっていうふうに思うじゃないですか、はい、じゃなくて長打の時連敗してるのかな、はい、でその中でやっぱり黒木、今お前の力が必要だっていうところでビジタル復帰登板させるっていうことは、あ、その時に初めて思ったかな。本当にちゃんと戦力として見てくれたんだって、うん、だからね、負けてそこに高橋かな、新人ホームラン3打を打たれたんですけど、
それがまあいいピッチングして、うん、日本戦ですね、うん、ファイターズかな。ある時それこそ金子コーチも、ね、現役でいて、あそっか、うん、やらしいバッターですもんね、うん、新庄監督もいたかな。はあ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 、初勝利もここなんだけど6月の30日。ああそうですか、じゃあ、はい、結構やっぱ思い入れありますね、うん、都市対抗もありますもんね。都市対抗で、ね、優勝したのも、ね、東京ドームだし、当時はねめちゃくちゃ大きな球場だなとか野球盤でねビッグエッグってあったりして、はい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 、ありましたね、おもちゃね。初めて来た時はすごいなと思ったけど、慣れて怖いね。ほんまっすね、うん、慣れちゃうとめちゃくちゃ怖い球場で、今じゃ狭い球場ですもん ね、うん、まあ、そんな思いでありますね、東京ドームはね、うん、ありがとうございます。こんにちは、ジャビットさん。トシ、何注文したの？あったかいうどんです。あったかいうどん、いつもうどん、試合前は。いつも試合前です。消化にいいもんね。はい、すいません、お待たせしました。あ、美味しそう。なんかあれだね、典型的なうどんだね、これ、はい、じゃあ今日はどうぞ。シンプルズベースです、はい、カレー入れてください。突然思いついたんですか？いや、違います、昨日から近藤さんに教えてもらいました。ネギとか入れます？ネギ大丈夫です。カレーにそば入れたの？カレースープ。それが体にいいの？はい、これをあの食物繊維入れて、うん、食べると体にいいんだ、はい、これと納豆巻き。納豆巻き外さん、ちょっとブリも入れて。ありがとうございます。ちなみに僕はカレーを頼みました。これチャーハンと目玉焼きですか？特別メニューですか？特別メニュー。これ食べてるの誰ですか？一体こんな特別メニュー、タカチーということで完食されちゃいました。久しぶりです。久しぶりです。元気ですか？もう今すごい緊張してるんで。わかりました、よろしくお願いします。よろしくお願いします。両チームスターティングラインナップの発表です。レジェンズデースペシャルバージョンでお届けいたします。日本生命セッパー交流戦2024、読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズの第3回戦。本日予定されております両チームのスターティングラインナップ並びに審判と公式記録員をお知らせいたします。レジェンズデー3日目、本日はこちらのレジェンドにマイクをお渡しいたします。4番
お疲れ様でした、先輩。どうでした？久しぶり。緊張した。結構でもすごいドーッと湧いた。いや本当にもう先輩の渡辺美穂さんとジャイアンさんのおかげでこんな機会をいただいて。なんか急だったらしいじゃないですか。本当急なんですよ。今日はゆっくり観戦しようと思って。プライベートで。そしたら？そしたら。すごいな先輩。じゃあ頑張ってください先輩。ゆっくり観戦してください。ありがとうございました。先頭の千葉ミッドマリン。